星空を見上げるたび、タケルはいつも同じ夢を見た。無限の広がりを持つ宇宙への憧れ。彼の心は星々の間を旅する冒険者になることを絶望していた。そしてある日、その夢が現実のものとなった。宇宙飛行士募集。街の掲示板に貼られたポスターがタケルの目を捉えた。彼は迷わず応募し、厳しい訓練を経て選ばれ使者となった。ロケットホープ号での任務は未知の惑星への探査だった。打ち上げの日、タケルは家族と友人に別れを告げ、宇宙服を身にまといロケットに乗り込んだ。カウントダウンが始まり、エンジンが轟音を上げる中、リフトオフ of the Delta rocket carrying glass Gamma ray telescope searching for unseen physics。 月を越え火星を横切り、タケルは新たな世界を目指した。彼の前に広がるのは無数の星々と色とりどりの星雲、そして輝く銀河。それは地球上のどんな景色よりも壮大で美しかった。旅の途中、タケルは多くの脅威に遭遇した。小さな彗星の群れ、踊るように動く宇宙人、そして時には遠くからの神秘的な信号。彼はそれらを記録し地球に送り続けた。目的地に近づくにつれ、タケルの興奮は高まった。そして彼が目指す未知の惑星が視界に入った時、彼の心は跳ねた。惑星は青く輝き、生命の可能性を秘めているように見えた。着陸後、タケルは探査車に乗り惑星の表面を走り始めた。そこには奇妙な植物、不思議な岩石、そして驚くべきことに知的生命体の痕跡があった。彼はその生命体と交流を始め、新たな友情を育んだ。宇宙は広く、可能性は無限。タケルは学び成長し、そして地球への帰還を決意した。彼は新たな知識と経験を持ち帰り、地球での生活を再開した。宇宙は美しいと彼は言う。でも家が一番だね。冒険は終わり、新たな夢への旅が始まる。タケルの物語は彼の心に永遠に刻まれた。次回作を見つけられるようにチャンネル登録とグッドボタンで。